ジャンバラヤ、ジャンバラヤ、ジャンバラヤは、アメリカ合衆国で作られる、米を使ったクレオール料理の一つである。ジャンバラヤは、スペイン料理のパエリアに起源があり、ニューオーリンズを一時期支配していた、スペイン人によってもたらされた。労働者や漁師らが食べていた庶民的な料理で、唐辛子を使うことが多く、ガンボと並んで、ケージャン料理と呼ばれる、ルイジアナ州の代表的な料理である。 大きな鍋で作って、大人数で食べることが多く、バーベキューとともに、屋外パーティーの主役になることが多い。ルイジアナ州においては、ハンバーガーやホットドッグと並んで、屋外スポーツ施設の売店の定番メニューである。ジャンバラヤの材料は、米と野菜と肉がメインである。他に、燻製ソーセージ、鶏肉、玉ねぎ、ベルペッパー、セロリを入れる。豚肉、ウサギの肉、 魚介類を入れる場合もある。通常はトマトを入れないが、ニューオーリンズ風のジャンバラヤは、トマトベースの味付けである。ジャンバラヤの作り方は、大まかに言って、以下の通りである。米を、ざっと洗って、ざるに上げ、水気を切っておく。鍋に油を熱し、鶏肉とソーセージを炒めて取り出す。同じ鍋に、玉ねぎ、セロリ、ピーマンを入れ、塩、胡椒を加え、中火でかき混ぜながら、 玉ねぎが柔らかく、飴色になるまで炒める。ニンニク、ケージャンスパイス、タバスコなどを加え、さらに5分ほど炒める。鶏肉とソーセージを鍋に戻し、水を加え、蓋をして、弱火で15分から20分煮込む。米を加えてよく混ぜ、半透明になるまで炒める。スープストックを加えてよく混ぜる。炊き上がったら、蓋をしたまま10分ほど蒸らす。ケージャンスパイスとは、 パプリカ、オレガノ、タイム、ガーリックパウダー、オニオンパウダー、カイエンペッパー、黒胡椒、塩などを混合したもの。アメリカでは混合済みの既製品が売られている。ありがとうございます。